私の夫は5歳年上の会社の上司である。新入社員で配属された部署で初めて彼と出会った。まだ仕事に慣れていない私に彼は優しく丁寧に教えてくれた。またミスして落ち込んだ時には居酒屋に連れ出してはずっと励ましてくれる。年上なのに笑顔が可愛らしく謙虚な姿勢。上司であるのに対しいつも腰が低く新入社員である私に目線を揃えて話をしてくれる。そんな彼の優しさに私は居心地よく感じていた。5歳も年が離れているなんて思わせない彼。いつしかそれは仕事の場だけではなくプライベートな場においても感じるようになった。私は彼に惹かれつつあったのである。私が勤めている会社はイベント企画の仕事をしており、彼は上司からも評価されている。私とは違い、テキパキと仕事をこなし、部署内でも一番仕事ができるのである。新入社員で配属された当初も、彼は大きなイベントを無事終了させ、一躍みんなから脚光を浴びていた。私から見ても、彼はエリートであることに間違いがなかった。なぜそこまで仕事を頑張るのか。彼には夢があったからなのだ。いつか海外でも通用するようなイベントをやりたいと。この日本でイベントを開催し、それに伴い海外のゲストをたくさん呼んで、世界でも有名なイベントになるよう育て上げたいと思っている。そのために仕事を頑張っていたのだ。自分の夢を達成するために、ひたむきに努力する彼を、私は尊敬もしていたし、何より応援したいと思っていた。逆に私はというと、夢は特になかったが、結婚して幸せな家庭を持つことができれば、それでいい。だから、彼と比べると自分のことが恥ずかしくさえ思えてくるのだった。そんな完璧な存在である彼と、どうして付き合い、結婚にまで至ったのか。そのきっかけは、今思い出しても恥ずかしく思う。いつもの飲み会の席で酔っ払った私は、勢いで告白をしてしまったのだ。告白したセリフさえ思い出せないのだが、それでも彼は私のことを受け止めてくれた。彼曰く、私の強い推しに断れなかった、と笑いながら冗談で言うのだが、実は彼自身も私のことが気になっていたとのこと。飾らない姿を彼は好きになってくれたのだった。彼と付き合い始めてからは、それは幸せな日々が続いた。もともと優しい人だったのが、付き合ってみて、その優しさの奥深さを知ったような気がする。付き合う時間が長くなるにつれ、ますます好きになっていく。私にとって運命の人であってほしいと思っていた。彼と結婚したいと強く思うようになったのだ。しかし、私の希望はことごとく崩されてしまう。私は友人の勧めである検査をした。将来のことを考えて、結婚した後には子供が欲しかった。彼も子供が大好きだったし、二人は欲しいなっていつも話していた。しかし、検査の結果は子供ができる可能性は低いとのこと。私は子供ができない体だったのだ。このことを彼に話さなければと思った。が、結婚まで決まっているわけではないし、このことが原因で別れることになるのも嫌だった。ある時、彼から、そろそろ結婚できたらいいなと言われた。彼自身本気で言ったわけではなく、ぼそっと不意に出た言葉であろう。私はそれを聞いて、子供ができないという事実を言い出せなくなってしまった。この人は本気で私のことを考えてくれていると思うと、その気持ちに何とか応えたいと思うのだ。私自身、彼と一緒になりたかったし、彼との子供が欲しいとも思った。ただ待っていても何も変わらない。そして不妊治療について調べるようになった。彼に知らさずに、なんとか私一人で解決してみせると。結局、打開策は見つからず、時だけが過ぎていく。彼に真実を伝えることもできないままに。彼と付き合い出して約2年が経った。今度は彼からプロポーズをされた。君と結婚したいんだ。その言葉に素直に喜べない私がいた。秘密にしていることが胸に突き刺さる。本当なら心よくプロポーズを受けている。迷う理由なんてないのだから。が、真実を結局彼には言い出せていない。不妊治療についていろいろと調べた。治療をするにも多額な費用がかかる。一人暮らしで働いている私には払える金額ではなかった。私は彼からのプロポーズにすぐに返事をすることができなかった。少し考えさせてほしいの。その言葉に彼は驚いた様子だった。プロポーズされることはうすうす気づいていた。彼はサプライズが得意な人でもなかったし、私もデートのたびに指輪がないかと探ってしまう。彼は私が断るなんて想像ができなかったであろう。わかった。プロポーズの日のデートは、それは楽しいものであったのだが、私の一言で悲しい雰囲気に包まれてしまった。私は泣きながら家に帰った。ごめんなさい、と心の中で何度も謝りながら。プロポーズをされてから2日後、私からの連絡が途絶えたためか、彼から電話が来た。大丈夫。彼からの電話に私は答えた。2日間考えて私の出す答えは決まっていた。彼に真実を話すということ。それで彼と別れることになるのであれば、それは仕方のないことだと思った。それでも一緒にいたいという気持ちを必死で押し殺して。彼には時間をもらい、仕事の後に会うことにした。彼は2日間でやつれてしまったんじゃないかと心配してくれた。冗談も混じっていたのだろうが、私には笑い返すことはできなかった。重い空気が流れていく。なんとかこの雰囲気を変えようと、彼は必死に1日にあったことを見つけ出しては話してくれる。この前の返事のことなんだけど、彼の何気ない話を遮り、本題へと移す。彼は息を飲んで、私の言葉に耳を澄ませる。あなたのプロポーズ、心から嬉しかった。だけど、受けることはできないの。彼もその答えにびっくりしたという様子ではなく、やはりそうか、といった反応だった。どうしてだい？彼からの質問に答えが詰まる。子供ができない体なの、と本当の事実を伝えねばならないのに、あと一歩が出ない。これで彼を失ってしまうという事実に言葉が出てこず、涙だけが流れてくる。決心したはずだったのに、彼を失うことがどれだけ大きいことかをこの場になって体感する。言葉が出てこないまま時間だけが過ぎていく。沈黙を破ったのは彼だった。子供ができない体だからかい？私はハッとして彼の顔を見上げた。そう。まさか彼の方から確信について話をしてきたのだ。私はびっくりして彼の顔を見上げた。なんで知っているの？彼はニコッと笑い、私を抱きしめてくれた。君が悩んでいたことは知っていたよ。君の家で本を見つけてしまったんだ。日を重ねるごとに新しい本が増えていっているのも知った。まさかなとは思ったんだけどね。でも、たまたま病院に通っている君を見かけてしまって、想像だと思っていたことが事実なんだと分かったよ。君が本当のことを話してくれるのを待っていたんだけど、なかなか話してくれなくて。簡単に話せるようなことではないから仕方がないんだけどね。僕のプロポーズの答えに迷っている時に感じたんだよ。君が言おうか言わないか迷っているって。でも僕には関係ないと思ったんだ。たとえ子供ができようができまいが、君という女性を好きになったんだ。それが原因で別れようとは思わない。だから君の今思っている本当の気持ちを聞かせてくれないか？彼は私の全てを知っていたのだ。知っていて私にプロポーズをしてきたのだ。子供ができないという事実を重く考えていたのは私だけだったのか。彼の底知れぬ愛情の深さに胸を打たれる。少し間が空いてから私は答えを出した。私はあなたと結婚したい。泣きながら彼に答えた。じゃあ、プロポーズを受けてくれるんだね。彼も涙ながらに笑ってくれた。そして彼からもらった指輪を薬指に通してもらう。サイズはぴったりだ。これから先も君を幸せにするからね。2日間考え抜いた答えが結局は彼のおかげで打ち砕かれてしまった。私の愛した人は間違いないほどに素晴らしい人だったのだと。子供ができないという事実を彼は受け止めてくれたのだ。それから私たちは結婚し、一緒に生活をしている。結婚してからも喧嘩することが一切なく、ラブラブだ。バカップルと思われるかもしれないが、彼との生活は幸せそのものだ。お互いの両親も子供ができないという事実を承知している。私の両親はともかくとして、彼の両親も彼と一緒で、とても優しい方々だった。子供が全てではないからね、と理解を示してくれたのだ。周りの人に支えられ、今の私たちがいる。そして、もう一つ幸せなこと。それは、子供ができたことだ。正直、奇跡に近いことだと思う。彼に真実を話すことができてから、一人抱えることがなくなった。彼と一緒に病院に行くようにもなり、一緒に不妊治療を行うことも決めた。一人で抱え込むよりも、話してしまった方が、気持ちが楽になった。彼は私の意見を尊重してくれた。子供が欲しいというのが私たちの希望だったために、挑戦し、結婚してから5年後に女の子が生まれたのだ。私も彼もとても喜んだ。お互いの両親も。あの時、彼が真実に触れなかったら、私は彼に伝えることさえできず、今の幸せな生活はなかったかもしれない。これからは大切な夫と共に娘を大事に育てていこうと思う。家族が一緒にいれば乗り越えられる。一人で抱え込むよりも共有できる人がいるなら一緒に頑張っていった方がいいんだと。現在、私は娘と一緒に彼の仕事を応援している。彼は念願であった国際イベントに携わり、いよいよ本番を迎えようとしている。頑張ってね。そう言って娘と一緒に彼を送り出す。彼は笑顔で家を後にした。今日はごちそうを作らなきゃ。娘と一緒に張り切りながら彼の帰りを待つ。私の夢は叶った。あとは彼の夢だけだって。